テーマにが、まあ、今回なんだろう、あの台風、なんか台風なんかあんまりね名前ついてないんだけど、いつもはね、まあ、今回ね三浦半島から千葉に抜けてった台風なんでね、で被害は千葉の方が多かったということで、なんだろう、千葉台風って今まではなかったですね。まあ、千葉で今はもう5日経ってて、月曜日でしょ、月曜の朝方っていうかね、深夜だから、月火水木金5日経って、まだその停電がね20万件弱、停電してると。まあでもね、あの復旧といってもね、いろんなところに木が倒れてて、電信柱の架線に、倒れかかってたり、まあ、電信柱自体が倒れたりとかですね、非常に広範囲にたくさん、まあ、そういう被害になってるわけですから、もう復旧といってもね大変でしょうけどね、時間かかってるようです。で、私もちょうど月曜日は、鹿島のね、嫁さんの実家に行ったわけですけども、まあ朝10時ごろね、10時過ぎかな、11時近いところで家を出て、まあ、柏から、鹿島を目指しました。でずっと利根川沿いを走るわけですけれども、千葉県側を走ってましたが、そんなにね道路上はそのなんですかね、あそこ木下ろしからその堤防、もう利根川の堤防のところをずっと走って、上層大橋、一つ手前なんていうのかな、長豊橋とかですね、まあ、そういう橋の際をどんどん通っていったんですが、長豊橋だったかな、信号がちょっとね横っちょ向いてるんですよね、この正面に向かって、こうじゃなくてこっち側向いてるような感じの、ちょっと横を向いたりしてるぐらいで、あと一箇所そっか信号がついてない消えてるところもあったかな、まあ、それも台風なんだなぐらいにしか思わなかったので、それで神津、あの圏央道の神崎インターがあって、その、過ぎたところに、道の駅発酵の里ってのがあるんですよね。こんにちは、ご挨拶ありがとうございます。なんかシリが反応しちゃったよ、まあ、喋ってるとやっぱり声張って喋ると、シリが反応したりすることが初めての経験ですけれどもね、じゃあここあたりで、これでちょっと国道16号の方に向かいたいと思いますが、何でしたっけ、そうで、発酵の里がやけに空いてるんで、まあ、そこでお昼にしようと、まあ、ちょっと美味しいね焼きたてパン屋さんがあそこいつもあって、コーヒー飲みながらパン食べるっていうのをよくやるんですが、本当に空いてたんで、あ、これじゃあちょっとここで食べていこうと入ったら、まあ、そのパン屋さんも、あと野菜のね、地元の野菜の直売しているお店もあるんですが、両方とも、まあ、臨時休業っていうんですかね、お休みになった、あ、そっか、台風のために休んでんだなと思ってね、そこで、ああ、ちょっと影響あるんだなぐらいに思ったんですが、まあ、そこからその先の神崎大橋っていうのを今度利根川をそこで渡って、
茨城側に行くわけですが、もう茨城側の方はですね、もうだいぶやっぱりそっちの方は台風がやっぱりねちょうど通ったあたりだと思うんですが、もう信号はほぼほとんどついてなかったり、信号の向きもちょっとずれてたりして、そのうちね、国道51号にやっと入ってしばらく行くと、普段ね絶対渋滞しないよとか、渋滞してるか何かなと思ってナビでねこう見たら、事故横転って書いてあって、ああこれはじゃあちょっと通れないのかなと思って、そこから潮来の方に迂回してから鹿島に行ったという、まあその迂回した先、潮来のあたりもですねほとんど信号がついてなくて、その大きい道路を横断するっていうのはほぼ無理で、そこも、ちょっと鹿島市内には入らないで、北浦の方の北浦大橋を抜けるようなルートでですね、また迂回していったという感じで、その実家についてみてまた初めて分かったのは、停電してたと、まあ、いうことで、まあ、暑い日でしたからね、月曜日は、火曜日もそうでしたけれども、ちょっと冷房も効いてなくて、冷蔵庫の中ももうね、氷も溶け始めているような状態 でちょっとそこに泊まるわけにいかないんで、そこにいたあのおばあさんも含めてもう一回柏へとんぼ帰りしたと、まあそういったが月曜日。まあ、そういった経験をちょっとねこの前、したと。そしたらまあね、その後テレビ見たら、まあ、茨城 その情報は全然特に鹿島がほぼ全部停電してたとかね、そういうことはあまりニュースにもなってないんです、なかったですが、まあ、千葉の方がねすごい状況だと。まあ、私が住んでいた柏はそんな感じ全然なかったもんですから、千葉がそれほど大停電だなんていうことは分からずに、それも茨城の際をずっとね鹿島行く時も走ってたんで、せいぜい信号がちょっとね不便だぐらいにしか思わなかったんですが、あんまりねその建物も倒壊してたりとか飛んでたりとか、そういうのも見なかったもんですから、まあそういえばその51号で横転の事故ってナビで出てたのは、帰る時に分かったんですが、大きなですね、大きなその何て言うんですかね、広告の建物、まあ普通の建物何て言うんですかね、造りの難度みたいな、難度っていうんですか、小屋、そんなぐらいの小屋のが国道の51号の上にですね、ちょっとはみ出すような形で倒れてました。まあ横転といえば横転です。建物が横転、横倒しになってました。それがなんか多分倒れ、まあ朝方っていうかお昼ですから、その台風の時に倒れた時はもっとね、いろんなものが散乱してたのかもしれないですね。その片付けとかそういうんで。渋滞しちゃってたようでした。まあそれが一番大きなね、なんつうの状況でしたけどね。まあところどころ道路上にはね、枝とかねそういうものがはみ出してたりとか、そういうのはありましたけどもね。まあそういった状況でした。でもさっきシリがね反応してたんで、ちょっとシリがどういう風にして応答するか試してみようかと思います。ヘイシリ、今日の天気は？無反応ですね。ヘイシリ、今日の天気は？柏市は現在気温24度で曇っています。
今後は午後からおおむね晴れになりそうです。気温は24度で今日の午後には21度まで下がるでしょう。これ電話が通話中になるんだね。フェイスセッティ、 iPhone、 今ナビの方がこれ Bluetooth でナビがつながっていると思うんですが、で Siri が答える間、通話中というふうになりました。まあ、これ多分 4G で、データ通信していることを通話中という表示になるんでしょうね。はい、ここが国道16号です。いや、ちょっとね、声を張って喋ると喉が渇きますね。まあ、私は運転するときはだいたいこのコカ・コーラを、常備、しています。まあ、そうやって、ちょっとね、気を晴らしたり喉を潤すときはコカ・コーラを飲む。で、プラス、まあ、缶コーヒーがちょっと1個あれば、ここの、送風口にですね、エアコンの送風口に置いておくというような感じで、暑い時はですね、それでそんな体勢でですね、運転しています。さて、国道16号、ここは何て言うんだろう、なんと豊田工業団地って言ったかな、その交差点ですね。右の方へ行くと柏インターがすぐ、1、2キロ先にあるというところですね。車の動きはだいぶいいようですね。そんな、あの、国道16号、金曜日、それほどは混んでないという状況です。まあ、ここから左へ行くと有名な、あの、渋滞の箇所、国道6号との交差点のね、与波塚とか、その近くになってくると若芝とかですね、いろいろ渋滞のポイントが出てきます。あんまりね、このSiriは使ったことないんで、なんか、例えば音楽とか、かけてくれるんですかね。Hey Siri！ 音楽なんかかけて。すべての曲をシャッフル再生します。あ、すべての曲ね。アイリッシュの曲ですね。アイリッシュの音楽が鳴ってます。ローリングストーンズかけて。ヘイシリ、ローリングストーンズかけて。アマゾンの動
動かして。アマゾンでない、アマゾンミュージック。まず、iPhone のロックを解除してください。あ、そう。ヘイシリ。アマゾンミュージックをかけて。はい。あれ？これアマゾンミュージックかな。わかんない。この時は 4G ではつながってないと思うんですね。Bluetooth でこの中の曲を、この中の何を動かしてるのかよくわかんないですけど、どうすればわかるんでしょう。Siri と会話している時だけ一応、LTE でつながっているようですね。それが終わった後はこれは、iPhone のアプリの中で、なんだ iTunes かな。で、Bluetooth でナビとつながって、あ、ナビとつながってないな、これ。あ、iPhone が鳴ってるだけですね。あ、でも、ここで Bluetooth つなげてみようかな。ああ、Bluetooth でつながるとこっちで、これはちょうどね、曲終わっちゃいましたけど。このようにね、なんかつながって、ナビで車のオーディオにつながってます。流しちゃうとちょっと著作権問題になっちゃいますから、ちょっとこの部分は音をね小さくしました、多分編集で、でね、YouTube に上げるときは音楽は 5W です。まあ、無料のね音楽も上がってるんで、それを使えば問題ないですけどね。私が最近 YouTube に上げるときはそのノーコピーなんとかっていうね、 NPC のノーなんだなんかね、で そこに上がっている曲を使うようにしてます。なんつったかな、ただまあ、そこではね、こう一応誰のなんていう曲だみたいなね、そういうのは、その画面っていうのかな、その動画上には出さなくてもいいんですが、くっつけてるキャプションといいますかね、説明文の中には入れてくれというので、それを入れるんですが、それが結構ね
あのフォーマット通りに入れるのは面倒くさいことは面倒くさいです。ただね、あんまりね長い曲ないんで、ね、何十分もある動画だと、もう曲を貼り付けるのが大変ですよね、編集上。もうなんか、こう何訓練やってるんですかね。で、消防署で訓練やってました、今。なんか救助訓練かな。結構ね、やっぱりね、16号混んでますね。さっき言われた、まあ、若芝からこれ、何でしたっけ、国道6号との交差点の、それはそこ、呼ばずか、呼ばずかっていう観光数を忘れるんですけれどもね、そこまでの、大体どうでしょう、2キロぐらいの今区間、走ってます。的な、まあなくもないんですけども、小物があんまりね、なかったような気がしました。まあ。ちょっとこんな感じで、今日は本当に涼しい一日でした。寒いぐらいで、まあ、こうやって長袖をね、まあ、着てるようなぐらいで、まあ、風もあって、その冷たい風で、涼しい一日でした。そういったところで今日は、これで、終わりにいたします。ご視聴どうもありがとうございました。